だから昴生はね、うん、年下なわけじゃないですか、うんうん、で監督とコーチっていう時に、うん、そこは気にならなかったですか。俺は全然気にならないけど、逆に昴生は気にしてんのかなっていうのはまあ、まあ、それをさせないようには、うん、こうしようかなとは、うん、思ってコーチとしてはやってたけど、まあ、昴生、自体も矢田さんが思うことを言ってくださいっていうような感じで、うん、俺にもやりやすくこうや彼なりのこう気配りっていうか、うん、まあそういう使うからね。そうそう、周り見えてるし、でそれに対して選手たちがどういう反応してるかとか、うん、まあ、で自分の考えをやっぱり選手たちに伝えるとかっていう部分では素晴らしい、指導者だなと思いながら、うん、勉強させてもらって、うん、今は苦労してます。それはコーチが、うん、ちゃんと働いてくれないから。いや、それ誰のこと言ってんですか。三つを。そうじゃなくて。青木やなさんが監督やってるって、イメージできる？できます。見たことないでしょ。え、写真とか、写真会写真会。え、一緒にはプレイしてる？してる、してる。してるよね。はいはい、うん、どうなの二人の関係、そもそも。お互いそんなに喋るタイプじゃない。でも青木の印象は農会で、ちょっとあの青木が、あの、飲めないお酒が入って、おい、柳って。人変わるからね。人変わる。最近変わんないです、もう。髪型真似するぞって言われたのしか印象にない。懐かしいっすね。青木だって何個違うの、ここ。何歳？だから40になりました。5個だね。2つ上、うん。3つ下か。そうです、3つです、ね。そう、岩間さんの、一つ。そうです。一個下だから。青木の表現ぶりのところ。青木はもう。あれ、1時間でも喋れるもんね。あれはじゃもう絡む絡む、ね。若かったっすね、この時は。ね、今はないです。本当にないです。あの印象があるんで、はい、久々に帰ってきて会って喋ると、なんかこんな感じで壁を作るじゃないけど、こう、よそよそしい感じが寂しいという。壁作ってないっす。もともとこういう。もともとこういう。ビアガーデンでね。一緒に飲んだでしょ、はいはい、その時はだからもう大丈夫でした。あの時表現しなかったもんね。しなかった、ね、しないです、しないですよ。そしたらね、ヤナさんなんか全く誘ってくれなかったからね。そんなことないでしょ。え、どちらかというと俺、あの上の人と一緒に、そう、ヤナさんは上の人にこう可愛がってもらうタイプ で本田さんとか、本田さんとか、相馬さんとか、そう、はい、下全然相手してくんないから。そんなことないじゃん。そうそうそう。どっちかというと平瀬とかかな、この世代は、うん、で平瀬さんが結構車乗ってくって言ってくれるんだけど、はい、あの人乗ってるのがポルシェなの。乗れないし。で、柳さんとか逆に僕らの世代どう見てました？ん、柳さんは。いや、6人だからね、一体感は強いじゃん、その6人の一体感、うん、仲悪いですけどね。え、めちゃめちゃ今未だに仲いいじゃない、あなたたち。そういう意味じゃ個性強いじゃないですか。強い、みんな強くて、もてやまなんかね、おはようございますって入ってきて、何年続くのかなと思ったら、未だに続いてる。未だに続いてる、すごいよね。すごいよね。元はね。そういう意味じゃ、その、入り込めない空気感もやっぱあるよ。それ、あ、本当ですか、うん、そのグループ、グループというか、ね、年代で、まとまってる部分もあるし、うん。うん、ありましたか、そういうの。と思うけどね。逆に青木たちの方がちょっとこう、うん、俺らの世代に難しいかな、うん、下は多分関わりづらい感じはあった。うん、なんか同期が何人もいるっていいなとはずっと思ってましたね。うん、僕が同い年の選手がチームにいなかったんで、なんか本音で話せる人がいなかったなっていうのは、まあ、それも自分の問題なんですけど。話そうとしてないんですよ。ポジション一緒だと、なんか逆にどうなの、なんか、こういう、行きづらいとかさ。あ、でもここ一緒でしたからね。うん、それで言うと。おじさん。なんかライバル心とかさ、あってさ。いや、でももう自分自身ないからライバル。そういうふうに考えない。っていうふうにも思えなかった。うん。当時はそうですね。うん、まあ、本田さんとかは結構、あの、アドバイスとか、浩二さんも してくれた覚えはありますね。本田さん、俺には怖かったんで。厳しかった。めっちゃ厳しかった。そこはなんとも俺は言えない。直属の高校の後輩で。帝京の先輩後輩で。しかも中学校の時はフォワード。僕ですか？
いや、本田さんもそうでしょ。あ、そうだね。全中得点王でしょ、本田さん。そう、確か。そうで、うん、で、ボランチみたいな。うん、すごい、全部あと、継いでるよね。はい。だから、すごい怒られました。怒られる。うん、なんで来たんだよ。入った時に。ちょっと、今日はこういう雰囲気でやってるので、はい、家についてもちょっと聞きたいなっていうのがあるんですけど、柳さんは、どういう家が、好きですか、はい、あったかい家がいいですね。いろんな意味で。こだわりとかあるんですか、家。え、家、こだわりか。昔は家を建てるのがやっぱ夢だったから、うん、小さい時の夢。なんでかというと、自分の家はもうほんとちっちゃくて、でそこに、7人暮らしだった。だからもうみんな川の字で寝る、みたいな、ような家で、うん、そういう意味じゃ、こう、7人いたから、やっぱ少し大きい家に住みたいとか、っていう夢が、いつか建てたいっていう夢はあって、でも、今考えれば、やっぱ、いろんな意味であったかい家だね。あ、まあそういうのはね、まあ密というか、人数が多くてもね、狭い家っていうか、まあそういう中でもまあちゃんと家族同士でコミュニケーション取れたりとかっていうのもあるし、家が広くなったらそれだけ薄れるっていう可能性もありますからね。家族がこうそこの家でこうなんていうか幸せに暮らせる。だから何かあったら。こうそこに集まるよみたいな、リビングに集まるとか、ね、集まるとか、うん、そういう家、うん、リソースかね。細かいこと言うとなんかいろいろありますけどね、うん、僕はもう風呂なんです。わかります。やらさんうち来たことありますよね。あれジャグジーついてたっけ。ついてます、ついてます。やっぱりね、ちょっと大きめの風呂でゆっくりこう、はいはい、したいっていうのは、うん、そこだけが唯一自分の時間っていうかね、うん、いいよね、はい。え、青木はクラン、キャンピングカー、そこまでキャンピングカー、キャンピングカーはちょっと家じゃないじゃないですか。そうなると。あんまりこだわりないんですけど、もう本当基本的なところで日当たりがいいとか、やっぱこう光って大事だと思うんで、ちゃんと光が入ってくれるといいかなっていう。でも青木家建てた。あ、まあ一応でしょ、はい。はい。そこのこだわりとかっていうのは、なんかここにこだわったとか。うん、まあ、南向きとか。向き、日当たり。日当たりの付き当たり。まあ、お庭があったらいいかなとか、うん、それぐらいのなんか本当に基本的なところですね。じゃあ、そんなにこだわりっていう、まあ、基本的には奥様が家のその、あれをこだわって、はい。はい。青木はもうとにかく日当たり。そうですね。向きとか日当たりとか。ざっくりって感じで。うん、柳さんは建てたい願望とか今もあるんですか？ありますよ。家を。はい。建てないですか？いや、もうそろそろ建てたいですよね。やっぱり落ち着く、ね、自分の家っていうのはいいもんだと思うし。ただね。まあどうなるかっていうのも含めて。まああるし、なかなか難しいところではあると思うんですけど。まあ、家族はみんな鹿島気に入ってるんで、近いうちに。近いうちに。はい。検討すると。はい。